はーい、カバースキャットのね、3インチ登場しましたよね。このどぎつい色を買うことができました。チャート流。3インチね、どうかね、ちょっといろいろ試してみたいと思います。じゃあ、やってみます。はいはい。ということで、カバースキャー3。ね。あー。なんかやっぱ 3.5 ってボリューミーだから、すごいね。使いやすそうなサイズになってますね。で、針はこれ40番。これはね、セオライズの40番で合わせてみたんだ。あ、ちょうどいいとこに行く。ねえ。で、どうしようか。とりあえず、ノーシンカーで、ちょんちょんやってみますかね。3インチになったからって言ってそんな細くなったわけじゃないから、今軽く投げてみたんですけど、これね、20ポンドぐらいの糸だけど、いい飛びしますね。うん、これは期待できそう。使いやすい。へえ。食い気のあるバスが刺してくれば、こういう芋っぽいの大好きだと思う。まあちょっと色があれですけどね。えでもこの色どうしても欲しかったんだよなねえ、チャートリュースカラーで釣ってみたいなと思って選んでみたんですけど、すげえ飛ぶ。ちょっとやっぱ重心が後ろにあるのとかもいいのかな。なんかめっちゃ飛びますよ。飛びすぎちゃった。あっちのよく釣れる角のあたり、スイミング気味に。なんかボイルとかしてんのがいればな。31カバスキャの水中切りもみ誘い。おら、食った。ああバレた。このなんかボトムツージャークっていうより、なんか水中ですごいこの形いい毒ウォークしてくれるから、こう入れて水面直下でちょんちょんやってると下から湧いてきて、食い気のあるバスがいたら食っちゃうんだよな。どうかな。ちょっとなんだろう、ミディアム目の竿の方がやりやすいんだけど、針はねそんな細いの使ってないから、今はミディアムヘビーからヘビーぐらいの竿でやってみております。こういう芋っぽいのをドリフトさせるのね、バス大好きだからね。流れに馴染ませながら、たまにちょんちょんやって誘ったり。今食ったんだけどね、結構
レギュラーサイズぐらいはあったからな、もったいないな。こういうちょい重の芋がね、切りもみするのって結構バス好きだから、いないかね。ほんとなんか3インチすんげえ使いやすいな。 2.5 よりのサイズ展開っていうよりはほんと 3.5 をちょっとだけスリムアップさせて、なんかあのカバースキャット特有の何とも言えない食わせアクションはちゃんと継承されていて、うん、すごい使いやすい。で、飛距離も申し分ない飛距離が出るからね。ピッチングでも気持ちよく狙いのスポットに入れやすいから、この特性は牛久沼なんかすげえ良さそうですね。あー、これで糸がペンってね走ってくんねえかな。釣れそうなんだけど。お、食った食った食った。だよ、ほら走ってる走ってる。よいしょ。わーい。ねえ、カバースキャットらしい、沈めて走ってダーン。よいしょ、糸走っちゃいましたね。40番のね、セオライズって針ね、ガマカツのこれに合わせてみております
チャートのカバーズキャット見つけてくれればね、スコーンと持ってってくれそうだけど、あ、当たった。どうかな、触っただけ。何、バス、バスだ、バスだ。あー、あー、出た。よー、追ってる追ってる追ってる。おー、食った。ボイルフィッシュだね、今のは。カバスキャフィッシュっていうより。よいしょ。いやー、ボイルを先に投げて。でもボトムツージャークの使い方がね大人気ですけど、こういうノーシンカーのやつって今みたいなボイルに届いて表層を引っ張ってこれるって要素もあるからね。はい、チャートのカバスキャ3インチにね、ボイルバス。いや、綺麗だね。このどぎつい色、たまらず食っちゃったみたいです。はい、じゃあ逃がしてあげます。イエーイ、カバスキャの新しい3インチ。ありがとう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 。ボイルバスだったね。ありがとう。このボリューム感だから、今みたいなボイルフィッシュって時にスパパパーンって入れても口の中にすっぽり入るね。さっき1匹目は沈め込んで食ったけど、あっちの岸際にこう突然始まったな。でもなんだろう、こうノーシンカーで「えい!」ってこの20ポンドでこんだけ飛んじゃう、この性能と、あと口の中にすっぽり入って、入った後はもぐもぐしたくなるこの素材がね、ボイルうちでこうもう表層で何でもいいから入れりゃ食うみたいなタイミングとかですごい使いやすかったりしますからね。結構昔ボートでボイルうち狙いなんかやるときは、それこそ線香とかジャンボグラブのテールを切った芋をセットしといて、でちょっとオフセットだけど針むき出しにしてね、それだと口の中にスコーンって入るね。そんな釣りよくやったりしてたから。でカバースキャットだからこうドッグウォークするんですよね。こう切りもみ切りもみってこうちょん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 って、これ多分あのボイルモードの時に
目の前でやられたらバスもたまんないんだろうなって、うん、まあ、通常は沈めてね、そこのゴリーって感じで使って、やべ追ってるって時はね、もうそのまんまハイスピード回収していいとこに入れればスコーンって食ってくれるよね。いやー使いやすいな。 2.5 インチでスピニングでね、今みたいなの狙ってもいいだろうし、まあでもそういう場合は高又シャットとかがあるのかね、高又でやるんだろうけど、今はねせっかく持ってきたからカバスキャ3インチでスコーンと口の中ね加え込みましたよ。気持ちよかったな。また追っかけないかな、まあそう都合よくはいかないだろうけど、うん、あれなんかちょっと待ちますかね。沈めてもいい、泳がしてもいいよね、何でもいいじゃんねこれね、もうほんと万能ルアーだよな。いいね、脳進化、じっとり待ちをしながらボイルが起こるのを待つみたいな。はい、というわけでカバースキャットの3インチチャートリュースカラー使ってみたんですけども、ほんとね使いやすくなったカバースキャット 3.5 ということで、カバースキャット 3.5 ももちろん使いやすいんですけども、なんだろう、投げてるね感じとかはもうほんと 3.5 を受け継いでるという感じで、2.5 インチってなんかやっぱりすごい小型になった感じで、使い方も投げ心地も雰囲気も全然違った感じのカバースキャットになるんですけども、4インチでもなく 2.5 インチでもなく 3.5 インチを使いやすさを受け継いだ、それが3インチっていうね、そんな印象でしたね。で、まあ、ちょっとだけ細身になっていて寸詰まりっていうことで、通常のボトムジャークでちょんちょんってやるね使い方もすごい使いやすいんですけども、今回のね動画でもねたまたま撮れたような感じで、表層のパシ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 というね逃げ惑う小魚、そんな感じのね、使い方もしやすいなっていうことで、軽快にね、水面直下を滑らしてこれるっていう感じがしました。なので、まあ、サオはですねミディアムヘビーのサオでやってるんですけども、ミディアムヘビーよりちょっとだけ柔らかめのサオとかなんかだと、そのスイミングアクションなんかはよりやりやすいんじゃないかなってね、まあ、そんな時は針ね抜き刺すためにしっかりとフッキング決めるために少しだけ細軸の針で合わした方がいいのかな。今回はねこれセオライズってちょっと太軸の針なんで、その太軸の針をちゃんとフッキングさせるためにね、少し強めの竿でやってるんですけども、最後の釣れ方の時みたいな感じであれば、まあ、もう少し柔らかめの竿で、なんていうんですかね、投げやすさ重視でいろいろ込み入った岸際とかに投げ込んでいく、そんな使い方もねいいんじゃないかなっていう風に感じました。まあ何にしてもこれでカバースキャットかなりのねサイズ展開になってきましたし、あとはスレンダーねスキャットなんかも入れるとね本当兄弟が増えたなといった感じなんですけども、それぞれの大きさにそれぞれの使い心地意味があるっていうね、そんな印象は受けたので、まあせっかくね2024年この3インチというのがね登場したので、3インチいろいろ使い倒してみてですね、引き続き、あ、こんな使い方で使いやすかったよなんていうのねあればどんどん紹介していきたいなと思うので、ぜひねチャンネル登録まだの方いましたらチャンネル登録、あとね、あーチャートリュースからドギツイからいい感じだなっていう方は、ぜひねグッドボタンもお願いいたします。まあ、引き続きですねこんな感じでいろいろとやっていきますので、まああとはねサイズアップね、したいときはここで似たような状況で
坂又リアルとかに変えるとね、でかいバス釣れたりしたんで、そちらもね、あの動画の方まとめていきますので、ぜひね、一緒に見ていただければと思います。今回の動画はね、3インチね、せっかくね、見つけたので、どんな感じかなっていろいろ試してみました。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。